バリエーションが選べて当たり前なんですけど、実際にはそうではありません。乗り心地がですね、今時速40キロぐらいで走っていて、で割と路面がフラットで状況としてはいいんですけれども、それでも乗り心地はかなり、細かな凸凹をちょっと乗り越えたりなんかした時も、柔軟に足回りが動いている印象があります。ですから現行型になって足回り の, あの取り付けをしっかり行ったりとかですね、それからあとは足回りがしなやかに動くような設定にしたことによって、足回りを少しセッティングとしては柔らかくしても走行安定性は十分担保されているっていうことのようです。それで、先代型との比較というようなところなんですけども、プラットフォームなどに関してはですね、先代型とそれから現行型では基本的には同じということになっています。それからホイールベースの数値も基本的に同じです。ホイールベースというのは前輪と後輪の間隔ですね、その辺のところも同じです。ただし全長に関してはエアというグレードが4800ミリで、それでスパーダに関しては4830ミリという寸法になります。でこれは衝突安全性の向上のために、少しフロント側が伸びているということのようです。で乗り心地が前の先代型のステップワゴン の, その所有している方がですね、乗り換えた時 の, そのメリットみたいな部分としては、まず乗り心地のいいことが挙げられると思います。それからあと先ほど申し上げたステアリングの反応が正確になって、それで緻密に反応するとかですね、それからあと、いいですよね、それから乗り心地も快適になっていますし、それからアクセル操作に対する車両の動きも正確になっていますし、それからアクセルペダルを踏んだ時の反応なども少し重めにチューニングされていてですね、こちらですね、はい、重めにチューニングされていて、それで正確に運転できるように、そんな風になっています。なので全般的に運転感覚としては上質になったというふうに感じられるだろうなというふうに思います。それからあと、先ほど申しましたが、あの取り回し性に関しては、インパレの上面の部分をかなりすっきりしているので、前方が見やすいということ、それからボンネットが視野に入るので、車幅とか、それからあとボディ先端の位置が分かりやすいということですね。それからあと、ピラーの角度を工夫したり、それからこの縦長のウィンドウを設けたことによって、右左折する時の横断歩道上の歩行者などを見やすくなっているということもあります。それからこの辺の質感も、まあ、新型ですので上がってきています。各シートの足元空間の広さというのはですね、先代型とさほど変わってはいないです。まず、まあ、身長が僕170センチぐらいですけれども、運転席に座って、で2列目に座って、膝先の空間をですね、握り拳2つ分ぐらいに調節して、でさらに、3列目のシートに座るとですね、ほぼやっぱり握り拳2つ分ぐらいなので、要は、2、3列目ともに拳2つ分ぐらいの余裕があるということで、3列目シートの座り心地はですね、先代型はちょっと底つき感があったりとか、それから深く腰掛けると、バックレストの下側に少し構造物が当たるような、そういう印象があったんですけれども、新型になって、3列目は座面の奥行き、座面の厚みがですね、座面の厚みが20ミリ増してます。でそれによって底付き感がしにくくなって、でなおかつバックレストの下側も、しっかり作り込まれるようになりましたね。それからあと、バックレストの高さも、
後方視界を遮らない範囲で、なるべく高めに設定されたりなんかしているので、多人数で乗った時の快適性というのは、向上しています。まあ、そういう意味からすると、走行性能、それから乗り心地、それから居住性、さらに視界や取り回し性といった部分も含めてですね、全般的に機能が向上しているということが、言えるだろうなというふうに思います。じゃあライバル車と比べた場合のこのステップワゴンの価値は何かという話になるとですね、まずはその運転のしやすさのこういう見切りの良さっていうのはまずあると思うんですね。でそれとあと、先ほど申し上げた居住性は、結構快適に感じられるか、特に3列目のシートの部分っていうのは快適に感じられるかなと。それからあと、この EHEV のですね、この加速、これはまあ EHEV はエンジンは主に発電機を作動させて、そして、モーターが駆動を担当するというそういう機能になっていますけれども、そこの部分の加速の滑らかさとかそういったところもステップワゴンの特徴になると思います。ステップワゴンに乗ってまいりました。でここに、3台、用意してあります。でスパーダーと、それから、ここにあるのがこれがエアということで、でも両側にあるのがこれがスパーダーになりますね。で今回 の、 ステップワゴンの考え方というのは、今回の、ステップワゴンは、リラックスできるような車が欲しいということで、そのリラックス感覚の方に、絞ってデザインされています。でそのために外観のデザインも、水平基調 でフロントマスクはあんまりそのメッキグレルをこうバンと押し出すようなものではなくて、まあ、スパーダに関してもそうなんですけれども比較的穏やかな感じにしてあって、で室内に関しても、水平基調 です、ね、視界が良くてリラックスできる。でしかもシート生地に関してはエアに関しては、非常に柔らかい、これも座り心地のいいものを使ったりします。でまあ、そのように考えていくと、従来の売れ筋はそのちょっと存在感の強いスパーダだったんですけれども、今回はステップワゴンのコンセプトそのものが、まあ、リラックス感覚 で穏やかでということなので、まあ、エアが一押しのグレードになるだろうなと。でこれはこのステップワゴンに限らずですね、今はフィットなどもそうなんですけれども、全般的に視界のいい、こののんびりリラックスできるようなそういう車作りというしてますから、ですからホンダの中心がステップワゴン でさらにその代表なのがエアということが言えるだろうなというふうに思います。ただしですね、エア中心のモデルなんだからいろんなバリエーションが選べて当たり前なんですけれども、実際にはそうではありません。ブラインドスポットインフォメーションという、後方のですね、並走車両を検知して知らせる安全装備ですね、これミニバンにとってはとっても大切な、後方が見にくかったりとか、あるいは大切な家族乗せる車なので、ユーザーも安全装備にはこだわるんですけれども、まあ、そういったブラインドスポットインフォメーションとか、それからあと、2列目シートの膝から先を支えるオットマンとか、それから電動開閉式のリアゲートとか、そういったものがですね、このエアでは付けられないことになってまして、肝心要のところで欠けてるじゃないか。で、スパーダの方だとそういったようなものが付けられると。だからまあスパーダをじゃあ選んでくださいっていう話なんですけれども、スパーダの方は割とこう存在感の強い方向の車なので、これだったらノアボクシーの方がいいんじゃないのみたいな話もなってしまいますから、ですからやはりこれからエアに、そういった安全装備などを入れた特別仕様車、あるいはパッケージオプション、そういったようなものが必要になってくるだろうなというのは今後の課題だと思います。でそこを踏まえて話をすると、まあ、今回実際にちょっと運転してみましたけれども、視界もとてもいいですし、それからあと運転感覚にしても、まあ、これは他の車にも言える話なんですが、以前はどうしても高重心のミニバンだとちょっとこう緩いところがあったりなんかしたんですが、その辺が正確に動くとか、それからあと3列目のシートはですね、かなり座り心地が良くなっているので、
3列目というのは実はあのアルファードのような車でも結構床と座面の間隔が不足してたり、あるいは座面のボリューム感が乏しかったりということで、2列目に比べるとですね、あるいは1列目2列目に比べるとかなり、座り心地が今一つというものなんですけども、このステップワゴンに関してはその辺は結構よくできてました。それから走りも EHEV というモーター駆動のハイブリッドシステムを今回試乗したんですけど、非常にいい感じになってましたので、全般的にちょっと地味だったり、それからあと、そういったグレード選びがしにくかったりっていう課題はありますけれども、車そのものはとてもよくできてるなというふうに思いました。ですからミニバン買いたい人はちょっとステップワゴンを試してみて、でライバル車を乗ってみて、で今のミニバンというのはこういうものなんだなということを知った上で、ご自分の予算とかそれから使い方のに合ったものを選ぶといいんではないのかな。やっぱり2022年はミニバンの年になるんじゃないか、そんなふうに思いました。